どうもラッチセッションのラッチです。最近はセーブザプリンセスっていう技を練習してます。前動画に上げたんですけど、このふわっとスラックをかけて、こうスラックかけてその中に通して、やるタイプのリストマウント、これですね。これがあのセーブザプリンセスっていう技の入りの部分だったらしくて、それで動画見せたら面白そうだったんで練習してます。リストマウントからそして、チップスティックみたいな感じでここに落とします。それで外回すトラピーズに戻るんで、食いしぼっぽい動きから、ここから難しいですよね。2連続で、最後スーサイドを2回急に1連でかけて、終わりっていう、そういう技です。最初にこのリストマウントにかけるところもちょっと難しいんですけど、それと同じくらいこのダブルワナッシングからスーサイドをかけるところが、また難しいです。ダブルワナッシングからスーサイドをかけると、1.5 マウントの形になります。 1.5 マウントから、かけ直して最後トラピーズでキャッチです。セーブ・ザ・プリンセスの動画のリンクは概要欄に貼っておきます。そこから、ヨートリックスの方のYouTube の方に飛べるので、ぜひ見てみて、皆さんもやってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。